800m 3分ペースだから 400m70 秒から72秒ぐらいのペースで3本やってます。でレストが5分で、あと残り1分半になってます。でこれ3セット目ですね。なんで今まで動画回してなかったっていうと、まあ動画になる内容でもないかなと思ったんですけれども、まあ、単純にカメラ回せば3本目ちょっとね手抜けないと思うんでカメラ回します。そうすることによってあいつは手抜けません。1分前、3本目いけるか分かんないみたいなの言ったんで、雨がね強いですね。8月上旬ね、いきなり雨多くなったよね。台風なのか、風強い日とかあったり。まあでもね、雨の日でも練習あるということで皆さんもやっていきましょう。なんか学生の方もちらほらいてね、雨の日でも頑張ってる姿を見るとこっちもね勇気もらえます。30秒前、今日も傘、カメラ、ウォッチの3刀流できます。なんだこの調子いいところです。10秒前、5秒前、4、3、2、1、スタート。35秒でいかなきゃいけないからね、200ね。まあまあ早いよね、長距離からしたらスピードレベル的には。まあ有酸素系の練習って言ってましたね、言うて。まあちょっと空は明るいんで晴れそうな感じあるんだけどな、まあ今更晴れても予測的には遅いよっていうところでありますけれども、いいペースです。 300m52、3 でくるね、1周目はね。でラスト54、5ぐらいまでちょっと落ちてしまうかなってところ、まあここもう一回キープさせたいところだけど、ね、65 66 67 68 69 70 70秒に、さあ2周目、まあ3セット目ですけど、1、2セット目もこんな感じで1周目は来てます、全部。うん、まあ動きも特段言うことはないかな、良くも悪くもね。うん、もう積み上げていくしかないんで、多分特に長距離選手なんていうものは、うん、今更動きどうこうって、まあもちろん大事なところであるんですけども、まあ、その前にまず積み上げるものを積み上げないと、やれるものもやれないと思うんで、まあ、こうやって練習を継続していくということが一番大事かなと思います。さあ3本終わりそうですね。もうちょっとこの300の入りが51、52、53、まあそうでね、53秒4秒ぐらいになると、うん、まあ設定はしっかり守れてるんで大丈夫だと思います。ちょっとビルドアップしてかな。66 67 68 69 70 70秒に、うん、完璧だったね。ちょっと最後100上がったもんね、良かったんじゃないかな。この競技場でのヨシケのこの絵をもう何度見たか。カメラを回せば不安な3セット目もできたでしょちょっとプレッシャーあった、プレッシャーあったでしょ。3本目いけるかって不安って言ってたもんね、カメラ回す前は。滑るんで、うん、そうだよね。どう、グリップ性はこの雨ぐらいだとちょっときつい。いやでもペーパーよりはいいかもしれない。ペーパーよりはいい。このペースでは速くないと思ってて、うん、こんぐらいの余裕で3セット割れれば、うん、今日はいつもヨシキが最初に余裕を持って割れればっていう余裕を持って割れてる割り方じゃない？大体あのこの後のさプラスアルファいつも用意するじゃん、それがもうこのメインでいっぱいいっぱいできないからあれあれだったね、よかったね、できて。今日はスパイクで203本これから30秒切りでやるんです、うん、なんとかできるかどうか分かんないですけど、スタートラインには立てる余裕はありますできるでしょ、うん、うん、じゃあお願いします。はい、一向にやまないね。めっちゃ強いじゃん、なかなか強いよね。うん、結構珍しいやん。集中力切れるところであると思うけど、はい、頑張って。頑張ります。小さい頃ってさ、水たまり見るとテンション上がってたよな。めっちゃ水たまりではしゃいでた記憶あるもん。鳩がはしゃいでます。雨降って水こう溜まるとミミズが出てくるから、それを鳥たちは狙ってるみたいな、聞いたことありますけど、それ本当ですか？僕あんまり詳しくないんで、知ってる方いたら教えてください。これミミズ狙ってるような面ではないよね。おーおーおー、ヨシキのカメラをより難しいね、やっぱり不規則だから動きは。でも頭揺らしながら歩いてるから走りの見本とは全然言えないよね。上半身ブレブレだもん、ほらブレブレブレ
でも最近ね、積極的にスパイク履いてるからめっちゃいいと思いますよ、吉木さん。大事です。25、26、27、28、29、8秒6。お疲れ様。失礼です。どうだった？いや、気持ちよく終われた。今日は久しくない、そういう練習。いつも笑顔で終われてなかったから。よかったね。ここ3回の練習結構しんどい思いしてやってたから、復帰の2週間ではあったから、ようやく本来の体の状態が上がってきたのと、まだでも動きはね、まだね、バラついてる感じすごいある。もう少しジョグの回数とか増やして、今みたいな質の高い流しを入れていけば、なんとか間に合うんじゃないかなと。27、28のペース走っとかないとね。だからここまでは復帰連プラス、まあ、ちょろっと800だったけど、まあ、いよいよ次あたりぐらいからはちょっとガンガン30秒を切っていくスピードで、長距離的な持久型の 1000m とかは本当にたまに入るぐらいの感じでやっていこうと思います。わかりました。お疲れ様。ありがとう。なんだろう。ありがとう。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、またのご機会に。さようなら。あ、こっちだ。OK。 なんだ。体冷えたみたいで、短距離出力出すからね。すごいね、ちょっとの筋肉の変化にすぐ対応してすぐやめたね。これ結構長距離選手できないんですよね。この雨分かります？映像で映るんかな、これ。映るか。貸し切り状態に。誰か釣っちゃう。いや、この雨だから筋肉が冷えるんだろうね。ちょっと大丈夫。条件だけ。ああ、無理はしない方がいい。今無理するとこじゃないです。無理するじゃない。でも夏みんな秋に向けて頑張ってるところ。はい。これお盆休みしちゃったから一週間。はいはいはい。ちょっと焦ってる。まあでも焦らず。焦らず。明日からだな。まあ今日もやってないとはいえ、アップ念入りにやって、なんかやってたしね。また会いましょう。